ちょっと時間遅れたんですけど、9時、今40分ぐらいかな、50分かな。何してるかな。駐車場に来てます。今日そんなに車来てないね。最近はこんなにちゃんと見えたの久しぶりだ。はいよ。トイレ使えるかな？酸素。ここはトイレが。トイレ使えます。釣り橋に。配膳つけるのに苦労してます。大久保たちです。そこのねえ、はい、大久保の滝です。海を滝への下りかな。君大です。いいですね。三重の滝です。そこの滝もほら氷になっちゃってる。そこ氷瀑になってる完全に。うん、完全に氷瀑になってます。うん。ね。ね。
下手に入ってくるとズボンと落っこっちゃうぞ、ね、川の中に。もとみちゃん押さえとかないと。もとみ、もとみ、もとみ溺れても別だね。雪がね。ほら、綺麗だよ。後ろ向きの方がいいんじゃないの？そうではないかな？ドン私滑ってドンって穴に行っちゃう。はい、2番手ずっと撮ってるよ。私多分ね、あ、あれがないじゃん、ストックねえじゃん、大丈夫？お尻ついて、なんか蹴ってって。氷じゃないと思う。めっちゃ怖いんだけど。怖いでしょ。めっちゃ怖いんだけど。登るのも一苦労だぞ。フグイワ、それ。それ、フグの形してるだろ。雪半分かぶってるけど、ふぐいわ。ふぐいわでーす。動物が歩いて全面靴です。ここが全面靴。あ、そこの水見てごらん。綺麗だろう。ねえ。うん。あとここは壁のところを削っていきます。鎖場がついてるついてる。うん、そう。ね。
友人の滝です。はい。友人の滝の上の方が凍ってあんなこと。あ。うん、上から凍ってる。すごいね。迫力あります。ね。すごい氷壁ですよ。氷の壁すごいな。上から下の方へ、はい、ああすごいすごい、小糸の滝です。小糸の滝は凍ってないね。小糸の滝は凍ってないけど、その右側が凍ってます。うん、この小糸の滝の隣がこのところ、もうここも氷壁になってね、すごいね、すごいすごいすごい、うん、水がすごいね、透き通って、あ、そのそこのところ水がこう出てんだね、うん、あ、だから下からの方、そうそうそう、うん、あ、ほんとだほんとだ、下から出てるね、水から流れてるから、だからああいうふうに、あんな風にこう、うん、ジェットバッテリーみたいな、そうそう、停船の伊豆、停船の滝、下り気をつけてね。氷の上だからね。本当はもっと狭いんですよね。はい、母体淵です。はい、これですよ、この穴ですよ、ね、すごいですね、母体のようです。そうです、レースが全くないんだよ。カエル岩だよ。カエル岩です。
来ましたよと。はい、北条橋です。見えない。そこに大きな滝がある。うん、上まで行かない。うん、ここが一番あれなの、この橋の、うん、上から、橋からここへ上がるのは、そこに入る。そうそう、いや、七つ釜五山の滝で、そこがそれが、あら、違うんだ。そこが、この下が大滝で、1段、2段、3段、4段、5段とずっと奥にあるんだ。そこの滝が凍っちゃってるよ、ほら。すごい。え？うん、向こうからね。先ですね、どの滝、どの滝、うん、一度海洋コースに、ああ、こっち歩いてるのが、ああ、違うかな、出られそうです。海洋コースであれば一応一段落なんで。はい、西沢渓谷終点まで100メートル。よいしょ。あ、トイレがあるけど使えない、使用禁止だ。ここが休憩所だ。うん、それ使えない。少しあれで、黒金山こっち行くんか。あ、黒金山、そこテーブル、黒金山登山口。へえ。お昼を食べてまーす。お昼でーす。もういいよ。ん？後ろから、はい。帰りまーす。なんか引っかかった？まだ4キロ地点です。1キロまで高山から、この辺ずっとぐるっとここが一望できるというんで
大展望台です。お橋にやってきました。大久保沢です。大久保沢、山の階まで 1.1 キロ行きます。山の感じで120分超えます。大久保沢のこの谷がなんかこの辺で一番深いんだ。昔はこういう軌道で木材を運んでいました。ここはそのレールの跡ですよ。そこを歩いています。神社、どこの神社、大竹山なか、大竹山なか。これで録音されても、はい、今、はい、駐車場に戻りました。はい、お疲れ様です。 Right?